いろいろなことが新しく動き出す春。そんな中、質問です。あなたは大人ですか？いや、子供ですね。めちゃくちゃ優柔不断ですし、ゲームめっちゃしますし自分大人かなって思います。間違ってるって思った時は違うよって言えるので。大人だと思います。責任がいろいろ関わってくるようになってますんで。いや、大人じゃないかな。いや、まだ大人じゃないかな。なんかまだ二十歳っていうイメージが強いですね。明治以来146年続いた大人の定義が今日変わりました。民法の改正で成人年齢が二十歳から18歳に引き下げ、これにより18歳以上二十歳未満の全国およそ200万人、福岡県ではおよそ9万人ほどが成人、いわゆる大人になりました。改めまして、今日4月1日からまあ改正された民法が施行されて成人年齢が引き下げられる。これ一体どんな変化があって、まあ、制度的な変化が大きいですよね。ここからは取材をした大藪ディレクターです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。成人年齢引き下げ、これまでは20歳が大人だったものが、はい、今日から、ここ18歳で大人ということになるんですね。ということで今日から、まあ、18歳19歳が一気に、大人の仲間入りということになります。はい、では何が変わるのか、確認していきましょう。まずは気になる飲酒喫煙、こちらはダメです。これ勘違いしちゃいけない。これはダメ、はい、20歳から。はい、そして、身近なところで言うと、さまざまな契約が結べるようになります。これが大きいですよね。まずは、ローン、はい、こちらは、親の同意がこれまでは必要でしたが、いらなくなると。そしてこちら主なローンの内容を、羅列しました。ローンっていろいろありますから、はい。法律上は親の同意なくローンが組めるようになったのですが、多くの銀行が、18歳以上でも親の同意を求めるものがあるんです。それが、こちらのカードローン。はい、なぜかというと使い道が明確でなく、過剰な貸し付けを抑止するためというのが理由だということです。かなり大きい金額借りられたはいいが、その後返せなくなってしまうかも、人生が、ね、大きく左右される可能性があるということですよね。はい、そうですね。では、ここで、質問ですが、はい、長岡さん、大地さん、部屋を借りるというのはどうでしょう？これだってね、大学入学とか就職とかで、ありますもんね。はい、ローンも組めるということですから、部屋も借りられるのかなってっていう感じですけど、はい、正解です。借りられる、はい、お部屋も借りれるようになります。親の同意なしでですね。はい、まあ、ただし家賃が払えるかなどの審査は、あるということです。まあ、他にもですね、携帯電話の契約だったり、アルバイトなどの、雇用契約なども親の同意なく自分の意思、自分の名義で結べるようになります。ね、これも大きな変化ですよね。まあ、だからよりこう自立が求められるというか、自己責任な部分が大きくなるっていう印象ですよね。はい、はい、そうです。つまりローンにしても、賃貸契約にしても親の同意なく契約が結べるというのが、今回の改正のポイントになります。はい、そしてたびたび出てくるこの親の同意、実は法的な力を持っているんです。こちら、親の同意がない契約というのは未成年取消権で取り消しが可能だったんですが、今日から18歳19歳は未成年ではなくなりますので、取り消しができなくなります。はい、これだから心配なのが、社会的な経験がないから、そのこれはやばいかもなみたいな肌感覚がまだなかったりして、大人でもまあ失敗することもあるぐらいですからね。それはまあ周囲の協力も得て身につけてもらいたいところですよね。はい、そうなんで、おっしゃる通り、自分の意思でやれる範囲が広がる分、いろいろなトラブルに巻き込まれる可能性が、高くなるということで、国民生活センターはこのように呼びかけています。はい、契約をせかす者は相手にしない、きっぱり断ることも勇気、相談は電話番号188、消費者ホットラインの電話番号です。はい、だからこの度はその18歳以上が国家資格を持てるようになったり、公認会計士とか司法書士とか、まあ、これからどんどんこう日本の社会経済の中で若いうちから活躍してもらいたいと、そんな希望を込められている改正だと思いますからね。まあ、いろんな相談をしながら自分の中でしっかりこう信念を作っていって、バシバシ活躍していただければと思います。